IAF 公式映像2013年世界陸上競技選手権大会女子100メートルハードルは2013年8月16日から8月17日までロシアモスクワのルジニキスタジアムで行われた予選と準決勝において1位と2位に同じ顔ぶれが並んだアメリカ合衆国代表のブリアナ・ローリンズは NCWA 選手権で大会記録を更新し 冬季をこの大会のために調整してきた。またオーストラリア代表のサリー・ピアソンはこの種目で前回のテグ大会及びロンドンオリンピックで優勝を収めていた。決勝ではまずピアソンが飛び出したがローリンズが冬季の全成果を発揮して初優勝した。ローリンズは翌日に誕生日を控えており1日早い自身へのプレゼントとなった。ピアソンは 今季最高のタイムを出して銀メダルを獲得。ティファニー・ポーターは自己新記録となる12秒55で北京オリンピックの金メダリストドーン・ハーパーを交わして銅メダルに輝いた。日本人選手は佐賀県立宮城高等学校教員の志村ひとみが予選一組に出場するも2代目のハードルから遅れ始め7位となり準決勝進出はならなかった。 今大会までの各種記録は以下の通り。時刻はモスクワ時間通過条件、各組上位4着及び記録上位4人。風速1組イコールマイナス0.5メートル毎秒、2組イコール秒速0.5メートル、3組イコール秒速0.5メートル、4組イコール秒速0.4メートル、5組イコール秒速0.8メートル。 WR 世界記録 AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン大会記録 NR 国家記録 OR オリンピック記録 PB 自己ベスト SB シーズンベスト WL 世界最高90位による通過9記録による通過 DNS 欠場通過条件各組上位2着及び記録上位2位風速1組イコール秒速0.6メートル2組イコール 秒速0.2メートル。WR 世界記録。AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン。大会記録 NR 国家記録。OR オリンピック記録 PB 自己ベスト。SB シーズンベスト WL 世界最高。90位による通過九記録による通過。DQ 失格決勝は19時48分に始まった。風速。秒速点六メートル。WR 世界記録。 AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン、大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 PB 自己ベスト、SB シーズンベスト WL 世界最高。ありがとうございます。